2月8日金曜。今日はアクエリオンでなんとかプラス1万4000円だったけど、これからどうやって立ち回っていこうかな。1月は有料台を見つけられずに稼働量がかなり下がってしまい、結果を残せなかったので、2月は1月よりも稼働量を上げなければと気合を入れ直してホールチェックを入れていました。熱そうなイベント情報を中心にホールチェックしていき、立ち回り先のホールが力を入れている看板機種のチェックも怠りませんでした。さらには導入後から渋い調整のまま営業されているエヴァ4も、2月1日にカンタ先輩と一緒に打ちに行ってから、合成確率の甘さから釘が空いていれば大チャンスになるという理由でチェック対象に加えていたんです。だけど今のところ有料台に座れたのは少しだけ。エヴァ4に限定すれば釘を開けているホールなんてほとんどない。2月1日金曜から2月8日金曜の今日まできっちり稼働できたのはたった2日間か。今のところ収支がプラス32,000円。エヴァ4で勝ってからパッとしないな。この厳しい状況の中ではいつものようなホールチェックじゃダメなのかな。そうだな、ここは試行錯誤しながらでも行動することが大事だな。えっ、くしゃん、うわ、裸なの忘れてた。2月12日火曜、ケイシ RD 店、3円換金無制限。この日はいつものようにホールのイベントなどのメールからチェックするのではなく、足元からしっかりチェックしていこうと考え、近隣ホールの看板機種から回りました。沖海、ハイパー海、仕事人3、アクエリオン、バラエティーコーナーとチェックしてもいい台がないな。ここはダメか。うん、この島はまだチェックしてなかったな。花のケージか。特にイベントをやっているわけじゃないけど、この台は命食いが平行よりもややプラス、道釘はいじってないみたいだ。おっ、風車上とワープ、それとスルーが大幅プラスだ。実際に打ってみると2000円で58回転。お、なかなかだよ。そして3000円投資の79回転目。スケモンか。次に金枠でも出れば。で、出た。ちょい圧になったね。お、後期も出た。期待が少し持てるぞ。キセル来た。これで直江だから期待感急上昇だね。よし、これが9連チャン。その後285回転で17連、679回転で2連、475回転で6連、397回転で突然通常、そこから60回転で3連、180回転で3連、104回転で終了。初当たり7回で大当たり41回、22,540発獲得、プラス64,500円の収支となりました。いやー、今日は1日稼働できて、しかも対象できた。ちょっと一安心って感じかな。それにしても正月から回収モードだったケージだけど、今日は開け返してる印象だな。考えてみれば花のケージは同じようなスペックの義経物語よりもランクアップボーナスがある分スペックが辛くなっている。ハイパー海アイバフォーと比べても格段にスペックは辛い。そうだ、こんな辛い機種だからこそ狙い目になりやすいんだ。辛い機種だからこそ釘調整を甘くするホールが増えてくるはず。スペックが辛いケージは星沼的回転力を満たしていても、1日単位で見たら終日打って大敗する時もある。しかし星沼的回転力があれば、打つ回数を重ねれば重ねるほど勝率は必ず上がっていくんだ。しかも今現在ケージをメイン機種にして腰を据えた営業をするホールも多くなってきた。海物語系の台を削ってでも増大しようとしているホールもあるくらいだ。ということはケージを開け返している今こそ積極的に狙うべきなんだ。よし、これからはケージを中心に甘いエヴァ4、イベント騎士という順番でホールチェックしていこう。ま、くしゃ。どうもこの間から風邪っぽいんだよな。ひどくならないうちに早く帰って寝よう。その翌日からも同じケージを狙い続け、13日水曜マイナス5,500円、14日木曜プラス17,000円、15日金曜プラス21,000円。
16日土曜には閉められてしまいました。このホールはまた刑事が開け返した時に来よう。週明けからのホールチェックでは刑事から順番にチェックしていき、その中でお清見の有料台を見つけたり、エヴァ4の有料台を見つけることができましたが、そういった台はすぐに閉められてしまい、またホールチェックの旅へ出かけました。そしてこの日、2月21日木曜、エスク AD 店、3円換金無制限。刑事を打ち始めてから約7ヶ月。毎日の地道なホールチェックと、星沼的回転力を満たす台をしっかりと打ち続けた。その成果が、この日、身を結ぶことになったのです。ん？お、この刑事良さそうだ。命釘の幅はそこそこだけど、上げ釘になっていて、よりとワープがプラスだ。何よりも上部アタッカーが大幅プラスになっている。早速打ち出すと、お、1回転目でチャンス目から、ものの不チャンスへ発展。まったく、1回転目のフェイク演出にしてはやりすぎだよな。フェイク演出見守ってるのって長いな。しかも赤文字の演出付きとは。ここでカットイン台？まさか。あっさり5が当たり。まったく、びっくりさせるよ。そしてこの当たりが27連チャン。しかもこの台のランクアップボーナスは16ラウンドのマックス獲得個数が820個を超えるという素晴らしい調整でした。この持ち玉なら1日打ち切れるね。そこから1箱飲ませて309回転。1箱1800発計算で1000円あたり28.4回転か。これはすごくいいよ。よーし、もっともっと回して結果を出すぞ。と451回転目、疑似連から伊達か。どうせ当たらないなら1回転目スルーでリーチにならなければいいのに。外れ濃厚でリーチ確定か。あれ、3回行ったよ。どうせなら4回くれば鉄板なんだけど、それはないか。行った。その後も連チャンは続き、20箱になったところで別積みお願いします。これが合計15連チャン。さらに172回転目に桜疑似連1回転目で、疑似1転敗なら好機がないとな。よし、これでキセルが来れば。って、キセル予告来たよ。このパターンが外れたのは実戦上24分の1だけ。激アツだ。真田でも安心して見ていられる。一度外れて戻り、よし、これが22連チャン。その後233回転で8連、104回転回して終了。結局この日初当たり4回で、大当たり数72回。そして獲得玉数がなんと81498発、24万3500円のプラス収支となりました。なんか出すぎて怖いな。事故とか合わなきゃいいけど。今までの最高出玉である CR パチンコウルトラ7、2.38円換金、7万7600発、1万7000円投資、16万7700円の収支を大きく上回る記録が出せました。だけどあの台、明日は閉められちゃうかな。いや、出玉をアピールしなければならない刑事は、そうそう閉めないだろう。よし、明日も積極的に狙っていこう。くしょい！ダメだ、風が抜けきらない。栄養のあるもの食べて早く寝よう。いただきます。これだけ食べておけばバッチリでしょう。まあ。しかし翌朝目を覚ますと激しい腹痛が。あまりの痛みに病院へ直行。診断の結果は急性胃腸炎でした。話によると、風邪やもろもろの原因で胃弱になっているところに、高カロリーのものや胃に負担のかかるものを大量に食べたりするとなる病気だそうです。その日は点滴を受け、痛み止めなどの薬をもらって帰りました。その日から2日間、胃の痛みと嘔吐感、下痢に悩まされ、3日目にようやく小康状態になりました。こうなったのは自分の不注意の結果だから仕方ない。ただいいことがあれば悪いこともある。これは刑事と一対一の命のやり取りをした結果なんだ。8万発の出玉の代償が
きっとこの病気だったんだ。そう思うことにしよう。また明日から刑事と一対一の勝負だ。2月25日月曜、エスク AD 店、3円交換無制限。オープンと同時に前回座った刑事に向かいました。よし、国は変わってない。しかしこの日は一進一退の攻防を繰り返すも、結局マイナス1万2500円の収支で終了。翌日も釘は変わっておらず、この日はプラス2万9000円の収支。翌日は締められていましたが、このことで刑事はまだまだ狙えるということを示してくれました。2月終了時点で50万7000円の収支。やっぱ刑事の8万発超えが大きかった。50万超える収支が出てよかったな。そして昨年8月から刑事で獲得した出玉は74万3654発。括弧純粋な獲得出玉のみです。やっぱり星沼的回転力を満たす台を打っていれば、1日単位では負けることがあっても、トータルで見れば必ず勝てるんだ。前に100万石の酒ならぬ100万発の出玉を獲得してみせるなんて大風呂敷を広げすぎたけど、これはちょっと現実味を帯びてきたかも。いや、このまま刑事を狙い続ければ必ず100万発の出玉を達成できる。よし、これからも刑事を狙っていくぞ。スペックが辛いからこそ甘い調整があると信じて。僕の名前は星沼義明。いくら精をつけるためでも暴飲暴食はダメだと気づいた男。そして今の時期こそ花の刑事が狙い目であると知った男。この話マジです。2008年2月のパチンコ収支プラス50万7000円。2008年3月10日までのパチンコ収支プラス1万9500円。この話マジです。